平口電柱旧宅碑。今津宿の街道沿い、本陣跡と薬師寺の坂とのほぼ中間に、かつて平口電柱旧宅があり、その後に碑が立っています。平口電柱は日本彫刻界の最高峰として文化勲章も受けた彫刻家です。電柱は明治5年1872年岡山県井原市に生まれました。本名は田中拓太郎。今津村の平口家の養子となり、明治18年1885年13歳の時、平口家に入ります。明治19年1886年東園の大阪心斎橋の駒物屋に奉公した後、21歳で人形師彫刻家の中谷聖子に入門します。数年後、病気療養のため今津に帰りますが、この間薬師寺住職や沖ノ浜文泉堂の主人に可愛がられました。25歳で東京へ行き、高村光雲や岡倉天心の下で修行し、後日本彫刻界で活躍しました。昭和33年1958年に鏡獅子を完成し、昭和37年には文化勲章を受けました。昭和40年1965年松永市名誉市民となり、大成館中学校で贈呈式を行いました。この日はその居宅跡に昭和43年地元有志により建立され、除幕式には電柱本人も出席。97歳でした。昭和54年1979年108歳にて逝去。全勝寺で追悼法要が行われました。歴史とともにたどる今津。